まるっと、きりまるです。皆さん、こんにちは。きりまるでございます。今日はですね、私、歯の矯正をしているんですけど、その矯正についてのお話をしていこうかと思います。YouTube で歯の矯正をしているよってちゃんと話すのは初めてなので、知らない方もたくさんいると思うんですけど、今年で3年目くらいになります。矯正について結構質問だったりとか、動画出してほしいっていう声があったので、今日は動画にしてみたいと思います。まず歯の矯正っていうのも何種類もありまして、表にがっつり金属が見える矯正があると思います。私はですね、下の歯だけ一般的な表矯正っていう矯正をしています。上の歯はですね、私裏側矯正といって、この表の金属を裏側にくっつける矯正をしています。私も自分が実際に矯正をするまで裏側矯正があるっていうのは知らなかったんですけど、している人を見たことがないので、実際に私が裏側矯正についてお話をしていこうかと思います。まず結果から言うと、裏側矯正って本当にデメリットしかありません。まず値段が張る。この一般的な表矯正に比べてかなり値段が高いです。写真にあるように裏側に器具がついているので、とにかく口の中に傷ができやすい、あと口内ができやすい、そして滑舌がめっちゃ悪くなる、歯磨きが難しい、虫歯ができやすい、治療がとにかく遅い、もうね、本当表矯正に比べると本当に正直デメリットしかないです。だけど、なんで私が裏側矯正にしたかっていうと、もう本当に唯一のメリット、見えにくい、もうただそれだけです。矯正始めた時まだ学生だったんですけど、もう本当に矯正の器具が見えるのが一番嫌で、歯並び悪かったけどずっと矯正をせずに来ました。上の歯って矯正をしちゃうとがっつり器具が見えちゃうと思うんですけど、下の歯って意外と笑った時にそんなに目につかないんですよ。なのでどっちも裏側矯正にしたら高いので、もうせめて頑張って上だけは裏側矯正にして、下の歯は普通の矯正をしております。なのでパッと見、私が矯正しているっていう風にみんなわからないと思うので、なんか口の動きが気持ち悪いとか、歯がおかしいとか、喋り方が変とか、口元がなんか気になるってすっごい、もうめっちゃ言われるんですけど、これは矯正のせいです、本当に。ということで、私の矯正の経緯をまずお伝えしていこうかと思います。一番皆さんが気になる値段だと思うんですけど、お値段は本当歯医者によって異なるので、絶対にこの値段とは言えないんですけど、私は120万くらいかかりました。で、上が裏側矯正なので、多分ね、どっちも表にしといたら100万もしなかったと思う。多分ね、90万くらい、80万90万くらいって言われたんですけど、裏側矯正にするだけで一気に高くなります。あと年を取れば取るほど歯が動きにくくなるらしいんですよ。なので大人になって矯正をするとさらに値段が張るって歯医者の先生に言われました。なので矯正はやっぱりね、子供の時にしておくとすぐ終わるし、値段もかなり安くなるらしいです。私の場合は18歳19歳くらいからやり始めたので、矯正が終わるまでには5年かかるって言われました。5年って感じだったんですけど、自分の悪い歯並びを見ているとやっぱり頑張って矯正しようって思って矯正しました。で、まず一番最初に歯の並びとかレントゲンを取ったり、自分の器具って歯の形を取って特注で作ってもらうんですけど、それを作るまでにも時間がかかる、検査の結果が出るまでにも時間がかかる、そんなこんなで半年くらいかかりました。で、やっと矯正の器具がつけれるって思ったら、まず一番最初に、私はなんか顎がちっちゃいらしいんですね。この顎の骨格がちっちゃいから、今の自分の歯を最低限抜いたとしても歯が全部入りきらないって言われたんですね。なのでまず一番最初に、ちょっと珍しいと思うんですけど、急速拡大装置って言って、歯の天井になんかこうべったりと器具をつけるんです。その器具に穴が開いてて、毎日1日1回その穴にもらったなんか針みたいのを刺してぐるっと回すんですね。そしたらその器具が、こういう器具なんですけど、器具がだんだんこうやって広がっていくんです。1日ネジを回すとちょっとずつ。その器具を使って何をするかっていうと、結局私が口の中がちっちゃくて入らないから、ここの顔の骨ごと横に広げるっていう治療をしました。それをすることによって顔の真ん中の骨がだん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 広がっていくから、口の中が広がるんですね。なので歯が入りやすくなるっていうものなんですけど、もうそれがね、めっちゃ痛かったのと、いきなりガンって広げちゃうとなんかこう脱臼起こすらしいんですよ。
なので1日ほんと 0. 点何ミリずつで3、4ヶ月かけてちょっとずつ広がっていくんですね。なので本当にちょっとなんですけど、私5ミリってだいぶだよね。先生に言われたのが5ミリ顔が広がりました。骨ごと広がったので顔がでかくなりました。あと目の幅が広がりました。もう急速拡大装置は私の中ではやりたくなかったです、正直。それがやっと終わったってなったら、次はいきなりそれを天井に今まで半年くらいついてたものを取っちゃうと歯がまた戻るんだって。なので今までつけていたのをちょっと仮の天井につけるやつに変わって、それをね1年間くらいつけていました。それでまず下は始まりました。下の歯は親知らずを2本抜いてって言われまして、奥歯の親知らずを2本抜きました。で、私の場合は親知らずが歯茎からまだ出てもいなかったので、大きい総合病院の口腔外科に行ってですね、手術をして歯茎の中を切って開けて、無理やりまだ生えていない親知らずを砕いて取るっていう手術をしたので、こっちとこっちどっちも縫って入院しました。3日間入院をしました。もうね、みんなが想像している以上のめっちゃ腫れるんですよ。普通の歯医者さんで親知らず抜く時の多分ね2倍3倍くらいになります。で、1週間くらいご飯がちゃんと食べれんし、もうね、膿が出るし、血がずっと出るし、もう口が痛すぎて、口が何も開けられんから、ストローさえ無理やし、歯ブラシもまず口に入らないんです、痛すぎて。だからね、3日間くらい歯磨きできずに、うがい、でもうがいも、ってやっちゃうと、せっかくできてたかさぶたが剥げて、血が出るので、もう、こうやって自分の顔を揺らすしかうがいができないんですね。ってできんから。もう相当きつかったです。でも、仕方ないなと思って、私はもう早く歯が綺麗になりたいっていうだけの一心やったんで、頑張りました。で、腫れが引いてやっと下の矯正が始まりました。じゃあついに上の矯正が始まるんかって思ったら、まずそんなことじゃなくて、もうその時点でね1年半くらい経ってました。まだ上の矯正が始まっていない状態です。もう待って、矯正いつまでかかるんって、もう本当に思ってたんですけど、なんで上の歯の矯正が始められなかったかっていうと、私はなんか噛み合わせが普通の人より深かったらしいんですよ。多分一般的な綺麗な歯って、これが上の歯、これが下の歯ってこんな感じ。私はうんって噛んだ時に深くてこんな感じだったんですよ。噛みみたいなってなった時に、裏側矯正って結局歯の裏に器具をつけるから、下の歯が器具に当たって矯正ができないって言われたんですよ、噛む時に。なのでまずこの噛み合わせを浅くしないといけないってなって、見えるかな、この青いプラスチック、なんか歯に塗られて歯をかさ増ししました。歯の高さを出すことによって深かったのがこう浅くなってくるっていうのを、もうほんとね何ヶ月もやりました。この下の青いのをつけてるからって言ってここまではならなくて、じゃあどうするかっていうと、一時的に歯を出っ歯にするって言われたんですよ。歯を出っ歯に無理やりすればここが当たらないって、なるほどって感じなんですけど、そっから私は無理やり出っ歯になりました。そのせいでとにかく口元がめっちゃ変わりました。これでも今すっごい歯を出している状態なんですね。ピークの時よりはだいぶ治ってきたんですけど、まだ先生曰くこれも今出っ歯やから、もうちょっとしたらだんだん中に縮めていこうねっていう感じで、歯が反ってから口元が何もしてなくても閉じなくなりました。で、閉じなくなることによって口の周りの筋肉が一気に落ちて口元が下がったっていうか、なんかもともと私ちょっとアヒル口っていうか口角キュッてなってるのが自分のチャームポイントだったんですけど、なんかこう口元が緩いし、こう笑っても歯が出てるせいで唇が分厚くなりました。見てもらったら分かるかな、こうね。で、口元に筋肉が入らんせいで、ほうれい線が深くなりました。前の方が反ってたので、ほうれい線は前よりかは今マシになったんですけど、なんかこう口元が老けたっていう感じがします。あと苔ました。結局口元の筋肉が弱いから噛む力も弱いし、矯正で常に歯を動かしている状態なので噛み合わせがめっちゃ悪いんですね。やっぱその歯が反ってた時がピークでこけてたし、顔も変やし、なんか面長になったし、顔が長くなったし、輪郭もおかしかったし、
そのピークは超えたかなっていうふうには思います。あ、あとそれと急速拡大装置、歯を抜かんでいいように急速拡大装置をつけて広げましょうねって言ったのに、結局こことここを抜きまして、そして本当今年に入って1月くらいかな、左奥歯の親知らずも抜きました。なので今は計5本歯を抜いております。歯抜いたのも1年以上前なんですけど、まだ穴が塞がりません。なので今はここがスキッパになっててで今に至ります。舐めてました矯正を。一番嫌なのがご飯が美味しく感じない、ずっと口の中に金属があるから違和感でしかないのと、とにかくご飯が詰まりまくるんですよ。全部の器具にご飯粒がつくくらいもうで、ここまで話して矯正怖って、いいことないやんって、痛いしきついし高いし、もういいやって思ったんですけど、やっぱり毎回寝返して思うのが、矯正を始める前の自分の口元を見て、今の口元を見て、あ、だいぶ歯並びが良くなったなっていう嬉しさで頑張れています。もうね、唯一のモチベはそこだけ。昔の写真と比べて、あ、綺麗になったなって。夢はもう思い切りって笑って写真を撮りたい。でこう笑う時にいつもはこうって笑ってるんですけど、そこをこうもう歯をガーって出して笑いたいです。それが私の夢。やっぱ歯って一生ものじゃないですか。歯はやっぱり大事にしないといけないなって思いました。あと矯正をすることによって噛み合わせが綺麗になるので、顔の輪郭がめちゃくちゃ綺麗になると言われています。私も久しぶりに会う友達とかに、なんか顔の形がめちゃくちゃ綺麗になったねとか、顔の骨格が綺麗になったねってよく言われるようになりました。なので私ほど歯並びが悪くない方でも、噛み合わせが悪いっていうだけだったりとか、顔の形を綺麗にしたいからって言って歯の矯正をする人もたくさんいるみたいです。歯並びが悪いから絶対矯正というわけじゃなくて、出っ歯の方だったりスキッパの方だったり、歯が下がってこう歯茎が見えやすい方、なんていうの、矯正っていろんな種類があるし、人によって矯正の年数だったり金額ももちろん違います。なので矯正が気になっている方は、私の今回の動画は参考程度に見ていただいて、実際に歯医者さんに行って相談することをお勧めします。あまりにも安すぎるとことかは、資格を持たずにやっている人とか、もうそれ違反なんですけど、そういう歯医者も今すごい増えているみたいなので、しっかりと歯医者選びをすることと、自分に合った治療をで、嫌なことは嫌とか、わからないことは歯医者さんに何でも聞くのがいいかなと思います。ということで、私の矯正事情はこんな感じでございます。参考になりましたでしょうか。ということで皆さん、今日も最後まで動画を見ていただいて本当にありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。